いやー、じめじめしますね。なんかそろそろ関東も梅雨入りらしいんですよ。今日も雨降ってますしね。梅雨かー。嫌な時期が来ますね。どうも、アイチーです。メンタリストの DAIGO さん、皆さんご存知でしょうか？まあ、テレビとかでもね、すごく活躍されてる方なので知ってる方多いと思うんですが、DAIGO さんはですね、YouTube にチャンネルを持ってまして、自分チャンネル登録してよく見させてもらってるんですけど、この前、40秒勉強法っていう動画を投稿されてたんですね。でも気になって見たんですけど、で、それを見た時に、自分がずっと学生時代から、今もやってるその暗記法というか、勉強法の、ね、決まりが一個あるんですけど、あ、それが、まあ、全く噛み合ってるわけではないんですけど、ああ、なるほどって、この研究の、ああ、でも確かに自分がやったことってあんま間違ってなかったのかな、なんてちょっと思ったんですね。なので今回ね、自分が特に暗記について、暗記法ですね、についてちょっと話していこうと思いますので、暗記が苦手とか、覚えたことをすぐ忘れてしまうとか、そういった暗記にちょっと自信がない方は、ぜひね、聞いてもらえたらと思いますので、よろしくお願いいたします。でですね、今回は暗記法、つまり、例えば書いて覚えた方がいいとか、書かない方がいいとか、何回書いた方がいいとかって、暗記のやり方の部分じゃなくて、実は暗記した後、つまり勉強とか暗記した後の話です。ここが非常に大事。ここに、スポットライトを当てて話していきます。結論から言うと、勉強をした後、まあ暗記も含めてね、勉強した後に、頭のスイッチを切らないでほしいんです。これね、感覚的なんでちょっと分かりにくいと思うんですけど、みんな勉強するじゃないですか。して終わった時に、あー終わったーって、テレビ見ようとか、YouTube 見ようとか、ご飯食べてこようとか、するじゃないですか。これ当然ですよね。で、その時に、全部オフにしちゃうっていう。これをね、やめてほしいの。いや、勉強終わったんだからゆっくりさせてくれよっていう気持ちもめちゃくちゃ分かるんだけど、塾講師やってる時に、やっぱりね、勉強が苦手な方、やっぱ成績がちょっと上がらなくて困ってる方とかっていうのは、そこがね、すごく、なんだろう、顕著に現れるというか、スイッチをオフにしちゃうのね。だから、勉強が終わった瞬間に勉強のことを考えなくなるの。でさ、結局何が言いたいかっていうと、勉強が終わりましたと。で、その後にご飯を食べてる時だろうが、テレビを見てる時だろうが、YouTube を見てる時だろうが、勉強したこと、さっき勉強したことを、思い出す習慣をつけてくださいっていう話なの。これはね、実際めちゃくちゃ自分がやってた方法で、まあ当時 YouTube の動画がなかったからさ、YouTube はちょっと省きますけど、当時はね、テレビっ子だったの。今あんま見ないけどね、テレビすごい好きで、勉強するじゃん。テレビ見に行くじゃん。で、テレビって CM 入るでしょ。で、CM が入った時に、CM 入ったら絶対にさっき勉強したことを思い出すっていうのを決めてたの。これ絶対やってた、俺は。で、そうすると、例えば英単語で覚えましたよね。で、すんなり覚えたものとか、もともと知ってたものって別にいいわけよ。問題なのは、覚えたけど、これ忘れる可能性高そうだなとかあるじゃん。覚えるに苦戦した単語とか。だからそれを思い出すっていう。別に持ってこなくていい、参考書は。何が苦戦したんだっけなって。あのページのあれなんだっけなっていうのを思い出すの。自分の中で。で、思い出して、もし思い出せなかったら、速攻で部屋に走ってて確認しに行く。それを、あったらいいやはダメなんです。これもダメなの。自分のルールとして。絶対その場で確認しに行くってやった。で、急いで確認して、そうだよ、この単語だよ、やっちまったっつって、ダッシュで戻って CM 開ける前に戻ってくるみたいな。で、そんなことをやってたのね。で、これが何がいいかっていうと、まあ、結局長期記憶とか短期記憶の話になるんだけど、ざっくり言えば、頭に残さなきゃいけないの。で、人間ってロボットじゃないから、一回インプットしても残らないわけだ。何回も反復練習して、細かくチェックチェックチェックして、やっと残るのね。で、そのチェックの間隔が空けば空くほど忘れちゃうの、当然。だから、短い期間でチェックしてほしい。でも、みんなさ、勉強終わりました。10分後に勉強再開しないでしょ。だから、テレビを見てる時とか、ね、YouTube 見てる時とか、ご飯の時とかでもいいの。不意なタイミングで、さっき何やったんだっけって思い出す癖をつける。これ、めちゃくちゃちっちゃいことだよ。本当にちっちゃいことなんだけど、効果絶大だからやってみ。特に、暗記で今苦戦してる方は、一度嘘だと思って、嘘だと思ってほしいね。騙されたと思って試してみてください。で、ここからは、絶対いいってわけじゃないの。自分がやってたルールなんで、参考程度に聞いてほしいんだけど、そのね、思い出すときに、参考書、今、部屋まで見に行くって話をしたじゃんか。これ、よく生徒がね、持ってきてた子がいたの。勉強終わって、後で単語確認するから持ってきといて、で、CM 中にチェック見るみたいな。やってたんだけど、これやめた方がいいです。これは、単語を見てるって、見たつもり、やってるつもりになってるから、基本的にあんま入ってない。だったら何もない状態で思い出すってやった方が頭を使います。見に行くってめんどくさいじゃん、部屋まで。めんどくさいことをしたくないから頭に留めなきゃっていう風にプレッシャーをかけたかったの。
すぐ目の前にあったらチェック簡単じゃん。だから別に忘れてもまあそんな困んないしって状況にしたくなかったのね。だから必ずさ、あの数学の問題とかもそう、間違った問題とか、あの解き方、あの公式出てこなかったよな、あの問題のこのとこどうやってやるんだっけとかっていうのも思い出すときに、部屋までチェックしに行かなきゃいけないっていう状況を無理やり作ってやってました。まあここまでねごちゃごちゃと話してきましたけど、ひとまずやってほしいのは細かくチェックすること。チェック方法は任せますけど、オフにしちゃうと勉強したことをね忘れちゃうんだよね。もうどうでもいいやってわけじゃないけどさ。で、あとあと、じゃあ何時間後もう一回勉強するのか、翌日勉強するのかわかんないけど、時間がやっぱり空いてしまうから残ってないから、私暗記力ないんだ、勉強しても意味がないんだってモチベーションが下がるからさらに勉強しないっていう、こんな負のスパイラルだったらもったいないじゃん。だったら日常生活の中にちょっと思い出す瞬間を作る、これだけのことなの。だけど自分の生徒にやらせてすごい効果が出た子たくさん見てきたので、もしね今暗記に困っている方がいたらぜひね試してみてください。